8月の橋が彼方に伸びていく切なくて何時にわからん消えてゆく夏も思いがけぬほど冷たくてただ一人MFC の皆さんでした。どうぞこちらの方へお越しください。足ブルブルな MFC の M さんですか F さんですか、Y です Y さんです。はい、それでは飯塚さんお願いいたします。よろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。70年風かなと思ったらそうでもなかったですね。あの漢字を見ると70年フォークみたいなことをやるのかなと思ったら、一応じゃないですよね、いろいろ工夫もなさってるし、決めを決めてこう、3連を203連とかがあったりとかですね。一番曲であの気持ちが良かったのは、ね、ずっと、はい、ずっとってこうそのなんでしょう、シンコペーションでこう来る感じのね、あ、最後の、あそこは、はい、いいですね、すごくね。 ありがとうございます。でやっぱりあのこうやってこういうところに座らせていただいて、ずっとこう
バラードが続くとね、やっぱりちょっとこう気持ちがこうそがれていくんですよ。でまたこういう軽快なリズムだったんでね、すごくもう一回エネルギーが湧いてきまして、ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。はい、ありがとうございます。続いて荒健さん、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうもお疲れ様でした。バンド歴は長いですか？そうです、30年は超えてますよ。私はまだ18年目です。あ、なるほど。でも皆さんとっても息が合っていて、はい、聞いていてすごい安心して聞いていられるんですよね。 ありがとうございます。だからこうその歌の方にこう入っていく形で。ありがとうございます。で、なんていうの、こう Y さんと愉快な仲間たちって感じがして、はい、すいません。なんか顔の頭の表情がとても、ね、見てて楽しかったみたいな。あ、そうですか。ね、髪の毛長い汚かったらちょっとこう風に揺れるような感じです、ね、顔で弾いてるので、はい、で真ん中ギターのハッチングの人はちょっと、はい、ちょっと決めになって首がこう下がってる。あ、そうですか。リズムの一応カウントを取る方なんで、はい、でベースの方はこうまた頭が上自由にやってるので彼はそんな形でなんか聞いてて、それを見てるのもすごい楽しいな。あ、そうです、ありがとうございます。で最後なんかね、エンディングに近づくと、はい、決めを入れたりとかポーズを取ったりとか、はい、なんか花火みたいな感じで最後エンディングになってるとドワッとくるような、ああ、れがまた終わり方がまた面白かったですよね。 ありがとうございます。これからまた、ね、はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。MFC の皆さんでした。お疲れ様でした。それでは、今8組の方の演奏終わりましたけど、これ一旦休憩。